佐藤ミケラワコです。よろしくお願いします。マシモよ。皆さんこんにちは。ブラジルと日本のハーフの佐藤ミケラワコです。まず私、父がブラジル人、自由奔放陽気なキャラルーカスと、日本人の母、スーパーウーマン、クールで冷血、何でもできる、そう、仙人の間に生まれた佐藤ミケラワコです。マシモよ。そんな私のですね、ハーフならではの悩みというかご紹介していきたいと思います。一つとにかく言えることは、めっちゃ顔が変わる。顔ってそんなに変わるの？変わるんです。マシモよ。私 YouTube 始めて2年ぐらいなんだけど、その2年前ぐらいの動画を見てみましょう。こちらです。眉毛太ない？全然違うでしょ。ちょっと一回見てみ。全然違うでしょ。マシモよ。誰って感じでしょ。もう顔違うのよ。もうこの時点で2年だけの歳月でこれだよ。私眉毛がね、今こんな感じだけど、普通に放置してると普通にこのね、あのまぶたぐらいまで上昇してきちゃうの。あ、過小してきちゃうのよ。過小してきちゃうね。あんまりこう手入れをしない感じにして、こうナチュラル眉毛みたいな感じでやったんだろうね。マシモよ。もう顔がすぐ変わるんだよ。だからあのママとかおばとかにもね、すぐあれ眉毛ちょっとまた不細工時期入ったよみたいな言われるの。どう思いますか？最悪。なんか不細工の時期ってね、来るわけよ、顔が変わるから。あ、不細工の時期入ってるよとか言われるのね。おーい。あとね、うちの衝撃的な写真がもう一枚あるんですよ。ネットに転がっているんです。まず佐藤ミケラワコって検索したらもう一発で出てくるの、その写真が。はい、来た。これさ、本当にね、あのお願いします、ちょっと削除していただけませんか。これ何歳の時の写真だっけな。この写真をもとにあの記事を作ってる方がいるんですけど、本当にやめてください。いきます、こちらです。この感謝詩を使って記事にするの本当にやめて。本当にこれは多分、確かなんかあのオーディションかなんかの時の写真なんですけど、この一回ね、キノコ頭にした伝説のキノコ頭時代の時の写真なんですけど、明らかにね、顔がね、誰ですかっていう。メイクって知ってるみたいな。一生メイクしないで生きていこうってこの時代は思ってたんですよ、私。だから多分その時の写真なんだけど、今はあのかろうじてメイクを覚えてちょっとメイクしてる感じなんですけど、なんでこれがさ、トップに出てくるの？私の名前検索して、みんなさ、あれミキちゃんってなるじゃん。あのお知り合いの人とかが目の前で、あ、ちょっと検索してみようよ、佐藤ミキラワコでみたいな感じで検索して、一番上に声が出てくる。どうかどうか下の方に、もう本当に下の方の底の方にうずくまりますように、この写真本当にお願いします。 Google の人、めちゃくちゃ可愛い写真だけ上に上がってきますように。続きまして、これはね、私がね、小学生の時に初めてですね、テレビに出させていただいた時の写真です。こちら、これもネットに上がってんの。本当にやめて。面影は確かになきにしもあらずって感じだけど、あ、頭痛くなってきた。頭痛くなってきた。本当にやめてください。本当にやめてください。なんでこの写真がですね、トップに。他にももっとあるでしょ、上がるべき写真が。これしかない。こういう写真がゴロゴロ。あと、私の名前検索するとね、ベロの写真しか出てこないんです。私がベロ出してる写真しか。やめて。違う、もっと可愛い顔あるでしょ。ベロ思い切り出して可愛い顔の人あんま見たことないよ。もうもっと可愛い写真いっぱいあげてんだから、インスタからどんどん使ってください。いいですよ、Google さん。インスタからどんどん使っていいから。そんな感じで、あの、ハーフあるあるなのかわかんないけど、ベロが、違う、ベロ。ベロはみんな長くないんだけど、顔が超変わりやすいの。それが本当にびっくりなんですよ。本当にこれはマジだなと思ったのが、私の知り合いのハーフの子がいるんだけど、その子も、あの、ちっちゃい子の写真見せてって言って見せてもらったら、面影全然ない。え、これ本人みたいな。そうそうみたいな。あ、一緒だ。これは一緒の匂いがする。顔がすごい変わりやすいって。あの、ブサイク期と可愛い期をすごい一体期したりみたいな感じ。あ、違うよね。全部可愛いよね。全然から可愛いよね。あともう一個をちょっとしましたわ。これは動画にしたことあるんですけど、あの、耳がですね、ちょっとね、ちょっと。あの、耳がね、ちょねちょなのね、耳垢が。で、なんか耳垢がねちゃねちゃなだけでね、すごいね、ちょっと汚いみたいなイメージを持たれがちなんだけど、あいみたいな。ウェットか乾いてるか、それだけの。世界ではね、ねちゃねちゃの人の方が多いから。
当に日本だけか分かんないけど、日本の方はね、みんなめっちゃ耳カサカサな人多いんだけど、でもみんなよく考えて、それでなんか結構ね、耳垢ネチネチなの汚いってね思うかもしれない、思う人いるかもしれない。でもね、よく考えて、ハリウッドスターのめっちゃ可愛い女優さん、女性のみんな耳垢ネチネチだよって思ってみてごらん。可愛い、マシボよ、なんか可愛いなって思うでしょね。エマ・ワトソンさんの耳垢ネチョネチョだと思ったらどう？ビリー・アイリッシュさんのさ、耳垢ネチョネチョだと思ったらどう？可愛いでしょ。それと一緒なんですよ。マシボよ。あの方々も耳垢多分ネチョネチョなんです。でも、それでも可愛い。そういうこと。私もだから耳垢ネチョネチョだけど、でも大丈夫でしょ？だよね。ハーフの方、多分ハーフの人で、知らない他のハーフの方は分かんないけど、多分ネチョネチョです、耳垢は。でもそれでも可愛いんだから、いいの。耳垢ネチョネチョでも。それをちょっとね、汚いって思われがちなのが、それがもしかしたら悩みかもしれないね、ハーフの。ハーフあるあるとしましては。全然いいんですよ。全然私はネチョネチョで何も。綿棒で取れるしね、ネチョネチョは。カサカサは綿棒あんまり取れないでしょ。でも取れんだ、こっちは。綿棒の方がいいぞ。それぐらいですね。顔が変わるのと耳がネチョネチョぐらい。本当にハーフの悩みっていうのはもう私はそれぐらいしかないね。もうハーフでむしろ良かったことしかないね。マルタっていう留学してた時に、顔がね、結構私金髪とか茶髪にして、眉毛も茶色にして、メイク変えたりしたら、すぐ外国の方みたいな感じの雰囲気になるわけよ。あれどっかの国かなみたいな、日本人ではないみたいな。でそれで留学してた、留学のその寮に入ってたんだけど、その寮のところで、はじめましてって言った時に、次から新しい子が来るたびに、私はドイツ人っていう設定で、はーい。ドイツ人なの、ドイツ語ではないっていうね。ドイツ人っていう設定で、I'm Germany。はーい。みたいな感じで言ったら、100%、海外の人も 100% ね、ドイツ人だと思ってくれるっていう。そういうのがね、やっぱそういういたずらができるっていうのはハーフとしての醍醐味だと思います。最高だったな、私ジャーマニーにもなれるんだと思っちゃった。以上、ハーフの悩みでした。ピエー、チャンネル登録よろしく。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 